あ、ミスターマイアムさん、メッセージ送れました。すいません。今回すごいね、ミスターマイアムさんがすごいいいこと言ってました。それはビジネスをうまくいかせようと思ったら、健康とかね、人間関係、こういうものを大事にしなくてはいけませんよと、時間も大事にしなければなりませんよっていうふうになってきたじゃない、きたじゃないですか。これどういうことかっていうと、ネットビジネス上手な人って、健康の作り方上手なんですよ。で、人間関係すごく上手に作るんですよ。時間も大事、すごく上手に作るんですよね。で、自分の暮らしそのものが変わっていくってことなんですよ。ネットビジネスをやればやるほど自分のペースをつかんで自分の力量に応じたものを扱っていくっていう風になっていくんで、本当にね、真人間みたいになっていくんですよ。だと私は思うんですよね。で、ネットビジネスがなかなかできない方って結局ね、暮らしがね、いい加減なんですよ。で、ここでね、一つの例を申し上げたいんですけども、私麻雀をやるんですよ。麻雀をね、で、麻雀やるときに桜井翔一っていうね、そう、素晴らしい方がいるんですよ。桜井会長って方が町田にいらっしゃってね、私にすごくね、麻雀を教えてくださったんですけども、で、この方が言うのは、麻雀っていうのは一つの競技なんだけども、生活態度はいい加減で麻雀だけ上手になろうと思ってそうはいかないと。麻雀っていうのはあらゆる瞬間に自分の暮らしが全部出るんだっていうわけなんですよ。そうなんですよね。同じようにネットビジネスも、全ての行動に自分の思考とか自分の今までの人生とかこれからの考え方って全て出るんですよ。だからいい加減な人がお金を稼ぎ続けることはないんですよね。瞬間的にバブルみたいに稼ぐことはあるんですけども、それすぐなくなるんですよ。稼ぎ続けるっていうのはやっぱり、ね、その人に人間性が備わっていたりとか魅力があったりとか、多くの方とうまくやっていく力量があるってことなんですよ。そして時間を作るのが、ね、すごく上手ですよね。やっぱりね、24時間しか限られてないんですよ。24時間しかね、我々には与えられてないんですよ。でもネットビジネス上手な人って、あれ、いつ頃メッセージ送ってんの、いつメールさばいてんのっていうような瞬間で、目の前で、誰かの目の前でスマホをするわけでもないのに、むちゃくちゃ連絡してるんですよ。で、あれ、いつ今日動画撮ったのっていうふうなタイミングで動画を量産するんですよ。そういうふうに時間を使うのが上手。そして自分の目の前のこともしっかりやるんだけども、自分の目の前にいない人のこともちゃんと考えてね、バランスとっているってこともありますよね。本当にね、ネットビジネスをやってる人って上手だなと思うところがありますんで、私もね、そういうのを目指していこうかと思います。ぜひね、ミスターマイアミさん、 FX をやる中で、確かにね、周りの人にね、投資をやんないでっていう風に足引っ張られることもあると思うんですよ。だからそうならないような関係を築いていくということが、あとちゃんと毎日コンスタントに勉強できる時間を確保していくこととか、そしてその暮らしをね、無理してやってない、要するに体を壊すような自分の生活管理をしていないってことなんですよね。この辺がね、私はね、同時に育っていくんじゃないかなと思うんですよ。お金を稼げる人っていうのは暮らしも稼げるし、それから人も稼げるようになってくるってことで、全部がうまくいき出すんじゃないかなと思っております。それではまたメッセージください。ごめんなすって。